テレビアニメ夜桜さんちの大作戦の第2期が制作されることが決定した。公開された第2期制作決定映像は今後の物語を示唆するような原作コマを使用した特別映像になっている。同作は2019年8月より週刊少年ジャンプで連載がスタートした同名漫画が原作で、極度に人見知りな高校生長谷太陽が主人公。そんな彼が唯一話せるのは幼馴染の夜桜睦美だが、睦美は実は最強スパイ一家の娘だった。ひょんなことから睦美と結婚し、スパイ家族の一員となった太陽。濃厚な兄弟と共にスパイの世界に足を踏み入れた太陽を、数々の困難と希望が襲う諜報家族コメディ。コミックスは累計250万部を突破しており、テレビアニメ第1期が7月から10月にかけて放送された。川島零士、長谷太陽役、コメント層なんです。ありがとうございます。僕も最終話の収録の時に第2期制作決定映像の原稿が入ってて、その時知りました。かっこ笑い、この先の原作だとあんな素敵なシーンたちをまた皆さんにお届けできるのかと思うと、この上なく嬉しいです。様々な素敵なイベントやラジオ、そしてアニメでまた皆さんにお届けできるのを楽しみにしています。太陽と睦美と夜桜への物語の続き、お楽しみに。